交換30日間目指すはプロ練習頑張るホルンテッツ 17日目始まりました。始まりました。イエーイ。と応援してくださってる方も17日目を迎えたってことですもんね。そうです。見るのも大変ですよね。そう、見るのも大変だと思います。ありがとうございます。見てくださりありがとうございます。成長してるかな、ちゃんと。してます。してます。してます。でもね、だいぶ曲もね、曲にも入ってきたし、もう大詰めって感じなんですけど、もうだって20日超えたらもうあとラスト10ですからね。そうですよ、やばいんだけど。はい、お願いします。お願いしますよし、あの吹いてみてどうでしたか。進展はなしです。 OK です。はい、あの壁のやつはやってみました。何回かやりました。ほう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 。なんとやっぱ、まあ、まだちょっとクオリティが上がらないっていう意味で進展はなしですって感じなんですけど、まあうまくいくときもあればまだプルプルしちゃうときもあるっていう感じです。なんか個人的にこれが今すごい悩みなんですけどみたいなこととかありますか。楽器も変わってみたいな。もう一度ちょっと下の方を一緒に出せたら嬉しいなっていう気持ちもあります。はい、下の方を攻めましょう。上の方は別に出ますもんね。そうですね、とりあえず自分が当たりさえすれば。そうですね、じゃあどうしようかな。スケールをやってもらおうかな。上がって下がって最後真ん中まで上がっていく。はい、F、最初のソってオープン。オープンです。タンギング。タンギングします。下の方の音に行ったときに唇がちょっと前に出すぎてる気がするんですよ。上唇か。あ、どっちも。そうです。なんかちょっと内側で振動してる気がしてて。ああ。そうそうそう。それが今こう見えちゃってるんで、うん、これをもうちょっとここ貼って、ここで振動するぐらい。あんま内側じゃなくて。今、弾いてるから、あれ、あんまり出したらいいよ。大丈夫。もうちょい中入れれますか？はい。え、何ですか？もうちょっと、中に入れれますか？そう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 。今って唇どの辺振動してますか？
外側振動してます。内じゃないです。あ、よかったよかった。じゃあそれを今安定してたので、はい、それを意識してもう一回、どうしようかな。テンポ、今メトロノームないんですけど、割と安定したテンポで息を流しっぱなしでタンキングで切るだけの、もう一回お願いします。できなくても全然大丈夫なんですけど、ちょっとブレスの位置だけ、吸いたかったらここで、切り替わりのタイミングってことですね。そうです。それ一発で出るのすごい難しいですよね。喉を最初から開けて、そうです。次、S ドゥア、デドゥア、デスドゥア、チェドゥア、チェドゥアまでいけたらもう完璧かな。ハードゥアはちょっと厳しいと思うんですけど、まあ、チェぐらいまで下げれたら、もう普通にあの下吹きとしても全然大丈夫なレベルになってるので、ちょっと引き続きスケール練習をやってみてください。はい。で、メトロノームがあればメトロノームで。了解です。注意点としては、ハーとチェですよね。ハーとチェだけ、
F 管で吹くから指使いを気をつけるってとこですよね。そうですね、指使い気をつけていただくのと、あとあの2オクターブでアンブシュアが変わりすぎない、今全然見てて変わってないので大丈夫なんですよ、うん、アンブシュア変わりすぎないでちゃんとここはスライドして、あのしっかりした音量で、あ、音量は結構普通に出しちゃって大丈夫です、メゾフォルテくらいで、で、あのしっかり吹けるようにという感じです。はい、頑張ってみてください。ありがとうございます。はい、ちなみにちょっとレッスンなの中じゃなくて、ちょっと自分で確認しろって感じなんですけど、上の運指ってどうだったんでしたっけ。なんか運指が変わるところ、一番上のところで、ハイベ以降、はい、ハイベハーはベの2番です。あ、シャープは、離さないんですっけ、ずっとベの離さないです。はい、で、オープン押しっぱなしです。で、あとは同じです、トランペットと。今の音を使う。そこまでは多分ほぼ使わないです。でも使う曲もありますけど、ほぼないです。よかった。ハイドモグ。そうですね。なんで、そうですね、そこだけかな、指はそうかな。だけど、そんなもんだと思います。はい、まあ、あと、貝指とかいろいろあるんですけど、まあ、その度にっていう感じなので、まあ、基本的には大丈夫ですので。はい、了解です。ありがとうございます。頑張ってくださーい。行きます。途中で男の人が入ってきたじゃないですか。あれが、二人して顔が、こいつ全然なんかその時のことを思い出せないけど、そんなこと言いましたね、確かに。うん。怖いとか言って、怖い。しかも、二人とも何も言わないからさ。何も言わないの。しかもリハさん怖いって言ってるんですけど、多分向こうの方が怖いだろうって突っ込んできました。いや面白い。あの時のツッコミが、多分あのなんか、あ、パン食べてるんですねとかだったら普通だったけど、パンだ優しいみたいな。頭弱いんでしょうね。何も考えてないんでしょうね。パンというワードしか拾えてない。頑張れ最終的に我慢の限界に達して怒られました。我慢の静かにしなさいとか人にそんなこと言うの久々ですよ。みっちゃんにぐらい、ちゃんとキョムモリさんにぐらい。そうです、静かにしなさい。それはリホさんが最初は普通のトーンで宣伝してるのに、最終的にも演説みたいな。ハルペットよろしくお願いします。配信します。とにかく隣にソーダーシャプー上に、ソーダーシャプー